さあ前回ブレードマスターというね、剣だけのキャラクターで行ったんですが、今回は槍だけのフィールドキーパー。槍武器しか出てこなくて、攻撃速度一番遅いものに合わさる。で、槍に対しては75体倒すたびに強化が入るというボーナス。まあ、つまり使いづらいと。だ遅いなんで、まあ、0.90 の武器最初持ってっても確定で遅くなるんで、どうしようかな。これ移動しない限りダメージアップとか強いと思うんですけど。で、これ槍ですらないと。早い意味はないんですよね。だ遅すぎるのもなっていうので、武器としては基本的にサンダースピアに変えたいなっていうところで、まあ捨てる前提らしいかな。アイテム解禁には範囲上げるなんで、あんまり、このバテスト合わないと思うんですけど。さあ行ってみよう。この回転と刺すやつね。まあ基礎ダメージ上げんでも最初は倒せるか。ちょっと最初の攻撃速度がやばいかなっていう。246。だ基本6マスで置いていかないといけないですね。だこうかな。で、1.17 で、これだと 1.13、1.30 か。だかこれ1だけど 1.17。だスピアとかなら大して変わらないなと。こうじゃね？こうからのスピア。で、槍のシナジーに範囲が広がるから、多少良くて。槍はまっすぐが多いんでね。この、ライフスティールのクリムゾンサイズかな。これはね、基本的に、刈り取る形なんで。うわ、やばいやばいやばい。危ない、やられる。危ねえ。危ねえ、危ねえ。やられかけましたね、今ね。ちょっとここで回復と、ライフスティールかな。まあ、一旦でちょっと回復を取りたい。ね、青行かないとサンダースピア出てこないんで、今はね、耐えのお時間です。まあ、変えたいけども。で、範囲100でしょ。今、シナジーで8上がってるから。槍入れていけば、とりあえず範囲は勝手に上がるんで、まあ、移動速度上げつつ範囲行っても多分、100はいけるはず。問題攻撃速度だね。前回早かったんで、スタートから。それと比べると、スタートの弱さがね、目立つかな。範囲はあるので倒すことはできている。こうすれば246あるね。武器を増やすか。これいった場合、ただこうしてこうじゃね。よし。よしよしよし。でこれによってライフスティールも上がる。バンジーオーケー。それはないな。攻撃速度でも取ろうかな。まあ、ちょい下がってるか。まあ、ほぼ上がってないね。なん下がりました、今。なんなら。
まあ、範囲ついてるしなって、まあ一応スタートも10あるから、範囲よりも攻撃力にしようか。しょぼいのよりもね。ここライフスティールもいけるけど。まあ、メインはね、魔法なんで。倒した数で強化が入るから、75で1だから、7500で100上がると。同じ効果の漆黒のダガーと比べればね、もうめちゃくちゃ効率悪いですけど。まあ、早めにいいサンダースピアが引ければ、いい雷鳴がね、とどろくんじゃないかなっていうところで。今、生き延びやすいように、構築してますね。で、ここに槍が入る予定と。もう出てもおかしくないんだけどな。槍の種類なんてそんなないですからね。ちょっとここで攻撃速度上げようか。じゃあ次。うん、耐えるんかい。さあ、結構槍強くなってんじゃないかな。こんだけ使ってたらね。まあ、完全入れ替えせずともね、強くなった槍は残せばいいんで。さあ、回復はまあしなくても大丈夫かな。まあ、横開けててこの辺にね、はい、入れれるように、いつでも。5マスはいるんじゃない？ 2、4、6、6、6か。6マスはいるはずで。まあそれ強いけどね。0.95。遅くなっちゃうのよ。で、これ今356で倒してるんで、ちょっと上がってるなと。いや、運だね、運。おー、来た、ほら。来ました、来ました。0.86。早すぎるわ、君、ちょっと。スピード違反です。ね、撃っても無理かね。まあ、これ売ればいけるね。どっちが倒してないんだ？こっちか。倒してない方を撃って。今、一番遅いのはこれですね。1.17。まあ、1.17、1.13で、ほぼ差はないか。どうしよっかな。元からある武器、遅すぎるよね。雷との差を比べると、あまりにも大きいね。まあ、倍はないけど、30%くらい差あるんじゃない？ 0.86 と17かな。0.86 と1.17。この差は割とでかいよね。まあ、1切りたいよね、と。まだ雷ちょっと弱いかな。いっぱいの雷でもって戦いたいから。で、これは隣り合うポールエポンの数によって強化されるんで、ライフスティール下がりますけど、ここかな。で、移動だね。お、待って待って。うわ。どんなもん？ 1.11。1.11か。ダメージ67。60。あ、まあ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 。交換かな。このキル数がなんか他のにブワーって入っていけばいいんですけど。ないもんね。あともここかな。で、今3つあるから、これ雷のサイズが大きくなるよと。
わあ、どうしようかな。2、1、あ、いけるね。よし、雷鳴です、雷鳴。運は27、攻撃速度が落ちていく。雷出ないな。お、出た。なんか少なくないか？でも攻撃速度が一緒なんで、同じ攻撃しちゃうから、先に他のが当たって雷が起きないみたいな、そんな感じかな、最初の現象は。いや、まあこっからいっぱい倒していくんで、雷で。雷も強化されていくんですよね、さすがに。ベースが上がると変わるかな。だから漆黒のダガーは、その基本ダメージだけですけど、基本に加えて雷も強化されていけば、強キャラですよ、それは。横に刺したいね。まだ無理ですけど。1.11、1.01。あ、これがやっぱ遅すぎるな。来たら変えよう。移動速度今んとこゼロなんですよね。欲しいけど。まあまた出るかな。こいつはね、使える気がする。0.91でしょ。0.86でそんなに差がない。まあ、さようならだね。おお、7か。ちょっとわかんないな。まあ、いけたらでも強いっすよね。ちょっと、試しに行ってみるか。いざ参るですね、これはね。これちょっと押し込みたいね。これ中に入れて、ここは、ここに槍を入れる前提で、クリムゾンサイズならいいかなと思うね。で、ちょっと回復していこう。で、1ライフスティル増やしたいけど、ちょっと運を少しだけ捨てて、生き残り方針でいきます。雷でかいんじゃない？やっぱ全部同じ武器でいった方がね、良さそうだよね。で、クリムゾンサイズは形として取っかかりがある分、余分にね、隣接ができるわけで。倒せ。そう、倒せなかった。 多分今倒してないね。まずこっち側の雷でかくならないか。まあ仕方ないかな。こうだよね。まあまあまあ。そう、やりきれずでしたね、今多分。やりきれずのまま行くという 恐怖。強くしていこう。運を一旦捨てた方がね、いいのかな。ここ、こことか。あ、トライデント。で、ここの雷のダメージが、例えばこれ38、今32ですよね。30ほら変わってますよね。だこれも1ずつ上がっていくと。で、トライデントのこの突き出てくるが書かれてないんで、わかんないんですよね。で、どちなみに1.04。1.11、1.06、1点、ああ、曲がってか。これトライデント変えよっかな。どんどんもう形がね、大幅変化ですけど。ここが一番今いいのね、ポジションとしては。さあ、魔法と近接で、この雷は近接も反映があるので、
これも全然強いなと。倒しそう、倒そう、ちゃんと。よし、進化した。このトラレントもね、裏パラメーターでダメージがこのね、突き出てくるやつになるんであれば、嬉しいんですけど、どうでしょうね。そして他の部分も軽く上がっていくという期待ね。圧倒してないからダメだ。よし、まあ倒せたけど2体いけるかな。殺されそうではあるんだけど、どう、弱いんじゃない大丈夫かな。弱い気がするんだけど、ここに魔法攻撃入れたらダメージに関しては関係ないか。こいつの裏に魔法あんのか。一応これ 50% なんで5ダメージ上がると大きいと思うんですけど、ちょっと悩ましい領域だね。範囲欲しいですね。一旦、いや、でも一旦としては出てこないよな。ここは耐えるぞ。勝つんだ。よし、ちょっと変えよう変えよう。あんままだ倒してないから、ここは、交換で。いや、ここを変えるべきなんじゃないか？よし。ここがさ、これちょっと控えめですね。位置がちょっと調整して与えて OK。 攻撃力は準備。今ちなみにこれに合わさるんだよね。 0.95。 あ、こっちか。ん？いや、これこれだ、 0.96。 本来 0.8 なんかとかまで下がってるやつもあると。おお、次ここ生き延びたら使えるぞ。まあ、少なくとも両サイドから雷を引っ掛けないといけないんで、一番上、上下かどっちかにはトライデント置いて、真ん中とサイドをやりサンダースピアで囲って、で、まあ、特にサイドが一番競れるようにする。で、やりトライデントは勝手に強くなるか、まあ、使わなければ気にしなくていいわけで、雷が結構当たってるんならね、倒せそうだけど、やばい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 、あいつ、あ、突進型だったの、やばいやばいやばい、お、倒した倒した。危ねえ。いや、でも1体生き残ってそうだな。お、よし、倒した。倒せればね、余裕なのよ。で、なんだ、ここの間入れつつ、ここのトライデントが邪魔なんで上にずらすみたいな。これが上に行けば横が開くから、同じ形で入れるんで、むず。トライデントもう一個上に行ってもらって、まあ、何か売るしかないかな。いや、で、入るんですけど、ここ自体ちょっと一旦アイテム置き場にさせてもらって、こうするわけですね。すると、ここの間には全部サンダースペア入れていけるスペースになって、ここのサイド特に、競る数が多くなって、で、これまあ蓋のような感じですかね。もう一本長ければね、この両サイドにはまるんだけど、まあ一本だけはまるようなイメージになってて、まあそんな感じですかね。で、これちょっと今ね、もういらないかな。売ろう。
いらないでしょう。いや、あれ惑わせてくるんで、うちを。なきゃね、なきゃもう使いもしないですから。邪魔か。運が18。まあいいや。ライフスティール。こっちかな。早くした方がね、もう遅いんで。遅くてしょうがないんで。まあ、どっち遅くなるのか早くなるのか、未だに決まっていない、この、状態ね。早い方が面白そうかな。早いのが出るかどうか運次第っていうのもあって。で、範囲上げたいとはいえ、今50あって、シナジーで上がっていくんで、まあまあまあ。次の、ああ、待って、死ぬ死ぬ死ぬ。危ねえ。まあ、ここまでいいっしょ。この時点、上がっても下がってもみたいな、すごいですけど。さあ、なんか、神聖な槍使いになったね。雷もでかいぞ。でかさの意味があんまわかんないけど。あいつ、あれか、麻痺って動いてなかったかな。危ねえ。倒してるこれ本当に倒してるんかな。まあ、75で1しか上がんないんで、増えるほどにね上がんなくなるから、弱くなる。経験値、経験値の率か。何にも、もうさっさと次行こう。いけるいける、戦おう戦おう。バトルモードですよこれは。入れたいけどな。今の上がり方じゃ信用できないね。何体 ?392、230。結構倒してるな。まあまだ、まだというか武器がそもそも襟しか出ないから。レア度はいけるでしょう。取れねえとあんま見えないな。いいかな、全部雷にしようか。なんか一本の方がかっこいいか、うん、そう思いましょう。形もねコンパクトになるんで。あと最悪上から蓋できるんで、まあまあまあ。何体倒したかだけ見とこうかな。750くらいまでいってれば、10ダメ上がってるんで、まあちょっともったいないかなとも思うよね。出てくれるね。3上がるぞ、攻撃力。3か。3じゃちょっとしんどいな。今あたり上下に上げてって。358、まあどうでもいいね。どうでもいいレベルでしたと。経験値も上積みしてなければ。なんか何にもないな。何にもないけど、ただ、槍で突っ走ってますね。まあこれはいるかな。いるんだけど、どうしようもないですね、今は。なんか、近接上げといた方が一応、魔法も上がるしな。で、一応ダメージ自体は近接 100% なんで、そこはいいんですけど。まあ、これなかなか出ないしな、変えよう。
マイナスでもないんですよ、今ね。ちょっと、射撃もプラスにしたんで。マイナスからの強化。まあ、それやるとあれか、魔法が下がるから。近接と魔法上げないといけないっていうのがちょっとね。ネックですかね。で、これで攻撃速度は、ちょっと欲しいな。ちょっと欲しいロックかな。若干強くなってってますけど。まあ、ライフスティールで強くなるってシンプルな構造でいこう。槍は出なかったんで一旦キープしましたね。まあ、抜いちゃった方が、倒す数が、雷によるんでいいかなと思うんですけど、まあまあ、そんな強くないんで。圧倒はまだしてないね。雷鳴デッキ、雷鳴ビルド。両サイドの槍に一番強いの持ってくれば適応数的に良くて、うん、まあそれ以上もいいよね。そこだけかな。おお、君が強くなろうと入れる気はないんです。どうしよっかな。まだいいや、止まんないね。いや、入れれますけど、これとか売れば止まっていけるかな。移動してない時なので、で回避も今5しかないから、移動してない時一応 15% になるけど、でっていうね。でっていうレベルでしかない。一旦入れちゃうか。じゃあ雷でも置けないよな、これだと。雷置きつつできたらよかったですけど、これちょっと入れましょう。はい、今全然プラスなんで。うん、いったるか。14くらいならまあこっちのもんでしょ。こうすれば雷、あ、いけなくもないですね。出てくれれば。おお、まあ、出てくれたんでね、入れますよ。うん、お金が足りないと。とりあえずロックして、何をロックかな。これ絶対いるでしょ。まあ、これを売れば、ミステリーフィンガーを売れば、いけます。あ、じゃあもう売りましょう。よし。で、今これが2、3、4本か。で、これも今4本なんですよね。一番多いとこで4本か。だからここのガーズが増えないと、このサイドはまだ別に強くないから、今、条件一緒ですね。3、4か、4、ん ?3、3だね。3、3、4、4、4。だからこのしょぼいとこに青がないから、まあ、ここだけ置き換えるくらい。大差はない。いきましょう。大きくなるだけなんでね。まあまあ。ああ、強いんじゃない？動けない、敵動けないぞ。よし、いけ。できたら動きたくはない。いいね、さばきが。この槍のね、雷の槍、魔法と槍だよね。神聖みたいなのあればよかったですけど、雰囲気的にはそっちの方がね合いそうですが。さあ、この止まる効果はちょっとまだかな。ちょっと止まってみるか。ボコボコにされると思いますけど、かなり一方的に。
まあ、やるだけやってみようかな。で、これあとはアイテム動かしていって、そこに入れるだけなんで、まあ、正直どこに置いてもそんなに、こう地道にこうやって上げていくだけですね。開いたらこうやって、開いたら入れますみたいな、あげますみたいなね。こうして、あげて、入れて、まあ今最低が青だからまあ青でいいんだけど、最低を上げていかないとこれベースがね、あの 0.98、 いやでも同じ、ん？まあでもこれに合わさってんのか今一応。ユダキ見たら早くなってそうですけど。まあまあ次、いや青でもいいんだな。じゃあとりあえず青でいいや。まあ多分変わらないんでしょう。でライフスティールが私の唯一の火力です。これしかありません。ああ、運経験値。運経験値めちゃくちゃ欲しいですね。経験値のマイナスでしかないから。運は、ああ、まあ、交換できればか。まあ、こうかな。脳経験値はちょっとね。15、まあまあでも小さめなんじゃない？ いつもより。小さ、お。足の速さはいずれダメージにすることができるかもしれない。ロック、あんまりここ回さない方がいいね。ってなると。さあ。させさせさせ。止まってら強いの今。動かしてくれるなよ。おえー、ダメだ。いやまだまだまだいける、まだいける。あでもこれ危ないな。痛い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 。あれはしゃあないね。いっぱい当たったら死んじゃうんで。よし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 。これもっと大きくなったら、まあ、無理そうですけど、ここに1本あって、こっちに6マスで行って、こっちに6マスで行ったら、まあ、ここら辺にあって、やればね、この真ん中の1本だけとてつもない巨大な雷が落とせるよね。そんないかんかな。片側6で真ん中1、6行ったら13か。そんなにはいかないよね、確か。あの縦向きならいけるかな。縦に横1本置いて、こう。こう置いて、刺して刺して刺して。今回でもできるんじゃないかな、それなら。まあ、つまりですね、これこう、ここだけ残して、1、2、3、4、5、ああ、でも、もう一個下か。ここなら、ここにあって、こう行って、ここ。ああ、高さそっちの方ができそうな気がするけど、まあ、やめとこう。理想論ですね、理想論。空想ファンタジーです。で紫は出ないのかな、この槍は。紫だけなくなったみたいですね。お、まあこっち買ってこうかな。あーまあこれはいるよね。足が速くもなければ遅くもない。あまあ今は速いけど、なんと中途半端な。で範囲59、まあ、ここまあ下がるけど、ライフステアこれ545いりますよね。
経験値はもうな、誤差みたいなもんかな。こうなったら誤差みたいなもんでしょう。ちょっと悩ましいですね。範囲は無理で、100まで行きたいから。441。いや、いいや。じゃ、結局プラス15でしかない。で、今の魔法と近接上がったことで、両方 50% ずつ反影なんで、かなりね、ダメージは上がってて、うん、強くなった。さばきさばき、あの強い方が雷減っちゃうんだもんね。あ、弱くした方がいいのかな意図的に弱くして回数を増やすっていうね、最近覚えたテクニック。経験値のやつじゃなくて単純にレベルを引いてるか今。槍の数あとどんだけ上がるかっていうと、1列しかあと入れる見込みがないからあんま変わんないですね。じゃあ全体的に落として、落としきれなかったね。開けてずらすしかないか。落として、あ、これ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 、上だね、上しかないね。下はなんか噛み合いがうまくいきそうにないね。こう開けて、こういって、うん、やっぱ噛み合わないこういっても噛み合わないね。おお、ライフスティール回避、まああった方がいいと思います。運は23、最近なら最低レベルですね。大したレベルじゃないですね。このお金でちょっと稼いでるけど、あ、そうか、これ売ってもいいな。さよならしよう。レベルを求めよう。おー、いいねいいねいいね。ちなみに一番倒してんのは今何？あ、1100とか言ってる。750で10上がるんで、まあまあまあ多少は上がってますかね。ロックしようか。よし、移動きた。かすかに、まあ来たなら運いらないかな。一旦こっちで、で次入れて、まあこれ動かして完成として、雷槍ビルドで、ここが間6本入るんで、まあ、横にもう1本行けば7本になる感じで、あとまあここまあまあまあそんなにこっからすごい超強化はないかな。だからこういって両サイドが一番いいよね。だから今の形的に全然足りないし、普通に足りなそうだし。さあ来た。武器の数も揃ったんで、うん、あとまあ追加するものはトライデントとか、これまがいもの入れてもしょうがないかな。この雷の感じがねいいかな。でまあ倒したらなんか上がってくんで、まあ弱くもないかなくらいの1本だけで強くしてたら多分もうちょいダメージ出そうですけど、まあまあまあクリティカルで700近く
650とか出てるんで、まあ回避も合わせればね700すぐいくでしょうし、回避させろ回避、まあ、止まった方が強いんで止まりますが、ちょっと殴られるくらいがいいですね。回避ないなら捨てちゃおっかな、まあ、回避ないって移動がないですけど、そもそも、これが突き出てるんで移動して移動して、さあ完成、あと色をね合わせたい。紫紫はないですから、うちには。進化だと6個使うね、うん、それはそれでしんどいな。どう言ってもなんかしんどそうな。で青の中でも973の760、739は変えてもいいね。おっ、これ今ちょっと求めてるやつですね。これちょっと入れたいな全然いらないけど、1ミリもいらないけど、そう、この形を求めてるんです今。でこう2つ出ないはずなんで、この現象、例えば足の速さのねやつで来たよっていうコメントがあったんですけど、今一応26あるんで、もし足のやつが2つねハマるんであれば大幅に売らないといけないけど、52ってダメージのパーセント上がるんで、めちゃくちゃ強くなるわけですよね。これはまあ金が死ぬほど増えるっていうね、いらないです一つもいらないです。テンションだけちょっと上がったね今ね。うーん、いやこれが使えないんだよな。何もなきゃこれ入れてってもいいですね。範囲が今ね63で、40のやつ来たら一発終わるんですけど、何もない、とにかく何もないね。これいらないわそしてさ、移動は何もつかなかった、初めてじゃない。マイナスにもプラスにもせずにただ走り抜けたね。まあ走ってはないんですけども、止まってますね後半は。正解はマイナスだったかな。マイナスのアイテム大して持ってないから、アイテムで上がった分考えると本当に何も起きてないですね。かわしとくか、かわせば強くなってくんで。あんまかわしてないんですけど、800ダメージ出そうくらいな感じかな。あ、800出てますね。まあ、雷がでかいだけなんで、別にダメージは上がってないから、うん、あんま大きさのなんか遠近法かなってしか思えないね大きさに差があるんだろうけど、ここなんて3本しか入ってないから6本とでもだいぶ差があるんで、相当差あるんだろうなって思うんですけど、感じないですね。いやもうここ、増やします。増やす方針でいきます。でも青が紫にしたところで別に青ですから、関係はないでしょう。お金いらないね。本当にいらないかな、これも。これいらないですけど、特に何もなければ残すか。もう死にもしないだろうし。おお、これはさすがに変えて、で4本でしょ。まあ4本のとこに入れた方がいいか。はい、まあちょっとね、ちょっと変わったかな。あ、よしよしよし、ナイスナイス。ちょ、青を消せ、青を。青を消していけ。経験値いいよ。お、運いいね、運。ここで運が来ました、ついに。すごい低いですね、運が。範囲を逆転するには1個しか方法がないんで。うちの、おー、どうしよう。866。残り一発223。あー、まあでも、224、223なら、さすがにかな。0.95、0.90。まあそんなに変わらないですけど、まあ、差を考えましょう。まあ、半いきましたね。経験値かな。
次最終フロアですけど、ほぼレベルでいったらね、そこの結果で最後行くんですが、なんか売れますか。まあ経験値入った入ったから、範囲、まあもう一個出ればいけるって考えたら、まあ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 、でまあ色もいい感じかな。青はなくなりましたね。で1本追加されて、ここが今7接触、こことここになれば8、9接触、まあ無理ですね。どれが一番でかいのかな。あれもこの跡地で分かる、跡地で、なんか真夏の超天候悪い時に雷落ちまくるけどそれよりも落ちてますね、もうね。1時間南国発くらい落ちるんじゃない、このままいったら。ダメージもまあまあ出てるんでね、クリティカルで言えば出てるんで、雷の降るとこにはクリティカルないよね、多分。刺してる時にあるだけかな。なんかあの魔法の下のとこで持続ダメージとか範囲ダメージとかだったりして、クリティカルの概念なさそうなんですけど、どうなんだろう。あるのかないのか。まあ、今回ね、求めてたダブリ出ましたからね、アイテムの。ちょっとこれはね、リベンジしたいんですよ。いっぱいね、やりたいことあるんですけど、運ゲーすぎるよねっていうので、なかなかね、取ってないんですが、取れてないか、そもそも。現象として起きてないんですが、100いきましたね。じゃあもうね、こうなったらですよ、もう次最後ですから、なんとかしましょうよ。ここね、ここに対して、でも、青だとな、落ちちゃうんだよね。0.45 でしょ ?0.45 になるの ?0.4 で、0.、あ、まあちょっと上がったな。ちょっと、まず、早い、攻撃速度1歩入れれれば全然なんとかなるような感じですけど。移動今6なら入れるまでもないか。これ今、これ、8本、6、あ、9本か、9本。6、3で9本。おー、ちょっと変えよう。一旦うんとこれ入れ替えて。運売りはできるかな。最後売れるのでも運くらいですかね。あ、いいね、いいね、いいね。お、待って、これ売って。まあ、襟こんなに出ると思ってなかったですから。どれが多いんだい、これが3本 ?4、これかな多分。範囲はいらないとして。まあ、これ攻撃速度だけだもんね、クリティカルと。そんなに大きなもんじゃないか。こうすれば。こうだ。こうして。もう多分何もないですよね。赤しかもいらないんで。終わりだね。よし。おお。ちょっと悩ましてくるね。無理ですね、とはいえ。これ売って75。あ、足りない。まあこれしょうがないかな。さあ行きましょう。9本接触サンダースピア。これちょっと一番強いのにしようか。1049、1450。これが一番強いかな。雷229ダメージ、220。まあ5ダメージも差があるんで。よし、いきます。最終ダメージ 300%。まあまあまあ。頑張ったかなと。アイテムがあんまねない中で。で、移動最終ゼロですね。すごい。こんだけプラマイするゲームで最終がゼロになりましたね。ただちょっとプラスになってたんだね。マイナスがちょっと入ったんで。これとこれとこれ入ってプラスなんで。割と、プラスというかゼロか。なんで。で、プラスアイテムは今入ってないですから。なかなかすごい現象が起きたんでしょうね。いきます。いったれ。させ。あ、いいね。かっこいい。
よし強くは別にないですけど、雷がかっこよかったですね。さあこれが槍使い、トライデントパターンもできるよね。だこれあと1マスずつ伸びるんで、どっちかっていうと最終だけ見るとここ、まあトライデントを隣接させる意味はないか。まあでも全部トライデントとかにしても単純にめっちゃ降ってくるっていう違いが出せるかな。トライデントの降ってくるダメージがこれと同じで上がるかは分かんないですね。書いてないからどうなんだろうって感じで、裏パラメーターがあると思う。それかまあメインのダメージにリンクしてて勝手に上がっていくかどうかですけど、まあここが雷をでかくしていくと。で一番いい形は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あ13マスあれば横置いて立って立ってで、この真ん中にあるやつにめっちゃ刺さって66刺さってここサイドで刺さってみたいなあるけど、最後あったかな、もう多分上限ですかね、カバンのサイズ的な限界で、もっと大きな雷は無理そうだね。